あのアサリボートは最後の試合、あのちょっとなんかありますかね、試合ジャガーさんとも試合をさせていただけて、ね、最後にちょっと映してもらっていいですか、はい、先月そうですね、もうこれもすごい嬉しかったです、ね、最後にまさか本当にこれ最後にってわーもうサリボ怖いね、じゃあ怖い怖いジャガーさん、これめっちゃ怖いね、これ怖い怖い怖い、ここにいる人ととても怖い、うわ絶対痛い痛いねえ、回るときにね一瞬の恐怖感とかね、本当にこれも試合最後にさせていただけて、ね、本当に嬉しかったです、になったね本当にね、はい、本当最後勝ちたかったですけどね、ジャガーさんから本当だね本当に、はい、本当だね、負けそうだったよ本当に負けそうだった、それでも負けはジャガーさんがすごいですよ、いや本当にジャガーさんはすごいねいやおお、もう切り返しも上手くなったしな、あのなんかね、やっぱりあのどんなに成長してもなんか若い時のイメージが残ってるんだよね、やっぱこんなにも強くね、上手だよな、まさりもな、勢いもあるし、一番何も怖くない時だもんね、うん、おおお、この試合すごい、あのお客さんも一番女子の試合が面白かったって言ってくださってたみたいで、うん、ね、ありがたいね、ありがたいね、本当に、うん、はい、はい、この辺で大丈夫です、あのね、このでもこの選手なんですけど、山下選手、選手も最高な選手だったね、本当に、はい、うん、本当この彼女は大阪がやっぱり主に戦ってるので、そうですね、まあ呼ばれて東京のにも来ると思うけど、本当にいい選手が、はい、まあこの子の良さをね、やっぱサリとヨシコがね引き出してくれたんだなと思った、ね、やられてるけれどもすごく耐えられてるしね、はい、これおおやば、すごいすごいすごい、はい、あ、何てる、あ、おお、いいです、でもやっぱ試合っていうのはいいライバルに恵まれて初めて自分が伸びるよね、いや本当にそうですね、うん、サリーが今ここまでこう成長して、まあ、トップになってきて、はい、あのどういうことがあったから今あの自分がこう出来上がったんだろうと思う、そうですね、あのやっぱりリアナで自分デビューしてずっと育ったんですけども、うんうん、本当にあの先輩方の、うん、やっぱ雑用とか、うん、まあ、そういうのもすごい一人でやってた時もあって、うん、そうだね、トークもいないからね、そうです、すごい、まあ、大変だなと思った時期もあったんですけど、うん、でもこういう経験って他の団体ではなかなかできないと思うし、うん、なんかそういうものがあったから、うん、今の自分がいるし本当に感謝しかないですね、本当にあの先輩方に、うんうん、そうだよね、厳しくも優しくこう見守っていただいて大事に育てていただいたのでいろんな意味でね、本当に、はい、守っていただいた部分が本当にたくさんあるっていうことが今になってすごくわかりますね、うんうん、はい、そうだよね、あのまあ近くでね、よくしてもらったし、はい、もちろんそれはあの今リアの社長であるあの京子、はい、ね、二人に支えられて今があって、私はまあちょっと1年後ぐらいにリアナに入ってるので、ちょうど、はい、あの同新人の頃はサリを見てないんだけれど、はい、ね、その後もう本当に気の強いレスラーだーと思っても、はい、ガチボコボコやったと思うんだけど、はい、ちょっと新人の時は、はい、だって思い起こすと、私サリとイーンのライバルで、私を引退のやるかお前やめていくかっていうぐらいの勢いでクライシスを組んだのよ、はい、クライシス組んだきっかけが、ね、はい、サリボーって言っても過言ではないかもしれないんだよ、はい、お前と敵になるからと、そうです、お前、私を引退のやるかお前やめていくかどっちかだみたいな、はい、ちょうどあの当時はね、サリも、はい、あのいろいろ悩んで、そうですね、はい、いろんな思い出すと思うんだけど、はい、そういう時に、まあ、やめたいなと思ったりとかってもあるじゃない、はい、過去には。そういう時にもこう、よし、逆にやめてんなら、やめさせてやるって言って、私は悪役になったのよ。そうですね、そんな勢いがあって、はい、うん、今二人とも残っちゃってるけど、ね、本当、うん、だけどそんないろんなことがあって、はい、やっぱ日本で育った感謝を持ちながら、おあのね、WWE に、行くわけですけどね、はい、本当にね、
でも期待の方が大きいよね。もうはい、じゃあビデオは大丈夫です。はい、ね、質問あるしていいですか。え、あ、いいね。俺思ったのが、はい、やっぱあの、まあ、俺もすごい幼かった頃からディアナ見てきて思ったのが、うん、や、新人の選手ってなんでなのかな、ドロップキックがめちゃくちゃ多い気がするんですよ。それってなんでなのかなと思ってて、あのね、あ、いや、他の技もだってあるのになんでドロップキックがほとんど多いのかなっていう。あのね、それはサニー聞くより私なんだ。あのね、やっぱり一番最初基本的な技っていうのを最初に身につけなきゃいけない技があって、そういうのはやっぱり基本的な投げとボディスラムとね、ドロップキック、この少ない数の中で戦っていかなきゃいけないんです。基礎だから、それができて初めてだから、その後にだんだん体も強くなり、実力もついてきて、自分のオリジナルが効いてないの。あ、いやいや、オリジナルのね、技を身につけていくのよ。うん、なるほど。うん、じゃあ、わかりました。質問間違えたんで。な、サリンクかな。そうそう、サリンク間違えた。ね、コーチである、私。コーチ、そうそう。じゃあ、ちょっと、僕、個人的に思ったのは、うん、サリン選手は、はい、将来結婚したいですか？将来ですか、はい、結婚願望ないんですよね。え？もうないでしょ、まだ24歳今は。いや、あるでしょ、24にもなったらありそうじゃん。ないない、ね、私も残ってる。あ、そうなんですね。40歳まで40歳まで、あ、で、大使45年産んでる。あ、そうです、うん、だから順番じゃないと思うの、年齢でもないと思うのよ、タイミングがあるからね。そうですね、タイミング、うん、しようと思ってできるもんでもないしね。おお、なるほど。何したいの。いや、全然そういうことじゃないけど男は無理だよ、18ぐらいまで。よし、いや、知ってるよ。まあそれで、あの、まあそれで、まあ怖がって、じゃあ結婚はじゃあ、まあまあ今現在ないと、うん、どういう人はじゃあ好みなのか。好み、じゃあ今見てる人はじゃあちょっと気になるかな。そうね、ちょっと気になるね。そうですね、なかなかないから、うん、ジャガースの好み聞いてもね、結婚してる人。あ、もういらないよ。それはもう、理想の人っていうかな。そうか、うん、応援してくれる人ですかね、あの、好きなことをやっても。あー、あ、そっかそっか。やっぱプロレスは多分、うん、自分の中で一番なので、うんうんうん、多分続けていくと思うんですよ、やっぱジャガーさんみたいに、うん、はい、何歳になってもやっぱこう頑張っていきたいと思うので、うん、それにやっぱついてきてくれる人じゃなきゃ無理かな。いやー、やっぱ医者かな。医者、あの、忙しくていない、楽、家にいない。家にいない。 あとはやっぱり応援っていえば、どう、木下生まれ変わったら。ああ、いいかもね。いいかもね。あ、子供こんなんなっちゃうけど。いやー、でも本当理解ある人だよね、はい、そうですね、うんうんうん、はい、そっかそっか。じゃあ顔は、顔はどういう顔を、だ、俳優で言ったらどうとか、あ、誰だっけみたいな人とか。な、誰だろう、あの、自分本当にテレビ見、あんまり見なくて、わかんないんですけど。いや、古い人言ってもいいよ。古い人逆にもっと知らんやろ。いや、古い、まあ、子供の時に憧れたとかあるじゃん。子供の頃、小学校の時プロレスラーに憧れてます。本当、男子レスラーいた。男子レスラーはいない。あ、いなかったか。女子プロレスラー。あ、そっかそっか。そうですね、そっか、はい、でもね、誰々とか言っちゃうと男性ファン多いから。ああ、そういうことか。そう、あ、そういう、だから逆に今、あの、お会いしてる大ファンたちは、はい、彼たちが結婚相手になるかもしれない。あ、それをお会いしてんだから、もう自由に試合いつでもやって、ずっといくつまでもやってって思うから。理解ある人っていう意味では、でも顔はあんまり、顔よりもやっぱ性格が大事だなと思います、うん、その通りだね、はい、そうだよ。私だって真田広之さんが好きなのに、うん、あんな顔だしさ、どう真逆ってこと。いや、そんなことないよ。性格もあるし顔も悪いって言いたい。そんなことないでしょ。見てるよ今、ケジェルがさ、見てるよ。めっちゃお父さんはそんなことないだろ、性格もいいだろ。いや、棒読み、あ、棒読み、毎回それやるんだ。毎回そのくらい。いや、はい、でも理解、一番の理解者だと思ってるから、そういう意味、木下は、はい、なんかそういう意味ではいい旦那さんだと思います。本当に、はい、うんうん、いいご夫婦。うん、喧嘩しながらね、まあまあそれはよく見ますけど、うんうんうん、まあ、プロレスを始めたきっかけは、じゃあ、まあ子供から見せたと、うん、じゃあ、はい、WWE にじゃあ、あの、行こうとしたっていう、そのきっかけっていうか、そのあと話が来て、オファーが来て、うん、オファーが来て、その決断をした理由みたいな。そうです、あの、まさか、うん、あの、自分が WWE からオファーをいただけるなんて思ってもなかったし、うんうん、で、まあ自分自身そんなに、うん、すごくここに行きたい、 WWE に上がりたいってずっと思ってたわけでもなかったんですけども、やっぱその中でもこう話をいただいてすごく悩んで、うん、
まあ、ジャガーさんだったり、うん、先輩方に相談させていただいた時に、うん、やっぱ行っておいでってジャガーさんにも本当に言っていただいて、うん、頑張って、せっかくこういうチャンスが来たんだったら頑張っておいでっていう背中を押していただいて、もうやっぱりもうこんなチャンス二度と今逃したらないと思うし、うん、せっかくこう女子プロレスラーになって夢を叶えたんだったらやっぱり世界一になりたいなって思いましたね。それでいろいろ悩んだけど、はい、決断しました。そうだよ、日本のプロレスが好きなんだもんね。そうなんですよね、はい、まあ、ちょっと違うもんね、WWE と日本のプロレスは、うん、でも広がることは間違いないと思うんだよね、はい、まあ自分のことでね、サリのついでのように言わせてもらうと、うん、本当 WWE は昔 WWF の時だよね、うん、私の30-40年ぐらい前は、そうそう、もう本当に体の大きい人しか、はい、行かれなくて、私世界チャンピオンだけど行かれなかった。ブル中野さんとか、そう、ブル中野さんとかはみんな短期で行けてるんだよね。でかいの体ワンマッチで行ったりとかしてるから、はい、もうそれは舘野のりおも山崎月もそうだし、みんな井上京子も行ってるんじゃないかな。うん、だからそういう意味では体の大きい人が、はい、ワンマッチで言われたりとかあったんだけど、私だけはないんだよ。あ、そう、うん、だからそう思うとやっぱりもちろんそのタイミングとかもあるとは思うんだけれど、はい、うん、やっぱ体の大きい人羨ましいなって当時思ってて、はい、私は実力には自信持ってたけど、やっぱ何か足りないから行かれなかったんだっていうものがあって、はい、サリーにそういう話を聞いた時にもうぜひ行った方がいいと思ったのは、もう自分の夢をそのままもう叶えてくれるレスラーだったんだよ、あなたは。だから私はぜひ行ってもらいたいなと、はい、日本のプロレスもういいんだけれども、はい、ある程度もう日本のプロレス分かって、はい、今度またもっとね WWE 行ったら広がると思ったの、はい、もう世界だし、はい、本当に規模がやっぱり違うなとは思うので、うん、日本が、うん、まあすごいレスリングはこう一番上の方だと思うんだけど、はい、だけどその中で、アメリカのプロレスを後から覚えるっていう方が楽だと思うんだ。アメリカの人が日本のプロレスを後から覚える方が大変だと思う、はい、私からしたら、はい、そう思うとやっぱりサリー見たくプロレスが大好きな選手には、はい、もっともっと広げて可能性をもっともっと大きくしてもらいたいって、私の夢をこうはい、委ねたというか、はい、そういうような気持ちだったんだよね、相談された時も、はい、だからもうすごく嬉しいし、もう本当に応援してるの、なのでもう最後の最後にこのアズリにね出てもらったけれど、はい、うん、本当そういう意味でごめんね、話戻って渡して、そういうのもあったので、それ決めてもらって嬉しいなと思った。今本当ジャガーさんからいただいたお言葉が本当になんか一番の後押しになっていましたね、自分にとって。あ、本当、はい、本当に。いやもうありがたい、ありがたい、そんな、ありがとうございます。いや、とんでもないです、もう嬉しいよ。だからもうずっとなんかプロレスラーを応援する立場になると思わなかったな、私自分が応援される立場だったから、はい、うん、じゃあラスト質問いいですか、はい、まだあんの、まだ違う、あって、サリボン影に隠れて不安でしょ。いやまあそれは戻ろうとして、戻らそうなんですよ、本当好きなの、戻らそうなんですよ、ありがとうございます。まあそれで例えば、まあ、デビュー何年なんですか。今年で10年になります、うん、4月で、うん、まあ、それで、まあ、例えばデビューしました、初めてリング立ったと言って恥ずかしいとか、そういういろいろな気持ちなかったんですか。デビュー戦、そのデビュー戦とか、デビュー戦の時すごい覚えてるのが、花道がすごい長かったんです。リファ有明ってすごいデビューしたんですけど、うんうん、なんか夢の中にいるみたいな感じだったなっていうのだけ覚えて、はい、そう、なんかもう、うん、拍手とかがなんか夢みたいで、うん、自分が今本当にこれが現実なのかわからないって思いながらリングに立ったっていうのを覚えてます。ちなみにデビュー戦の相手は、まあ、里村芽衣子選手でした、ね、はい、デビュー戦でセミファイナルで、すごい、すごい、うん、そうですね、里村選手もいい選手だからね、体が小さいのに、はい、足を蹴られて、うん、もう歩けなくなっちゃって、うんうん、次の日も立ち上がれなくて、うん、あざがすごくて、うん、こんなにやっぱりすごいなと思いましたね。そうだよね、やっぱプロは違う、もうやっぱ違うなって思い知らせられました、そのデビュー戦で、うん、本当に、はい、そうだよね。例えばサリボーは結
構痛みに弱かったというか怪我に弱かったよね。怪我最初の頃は痛かったら動かない、そうですね、もう医者行きますとか、なんか新人1年2年と今なんか痛くても痛いとも言わないよ、ね、強くなるんだなと思ったら、やっぱねレスラーは痛がり怖がりは出世しないと私思ってたわけ、長年みたいな痛いの障害だから。